はい、リングフィットアドベンチャー第2回になりますが、いくつかね、前回伝えきれなかったことも含めて紹介していきたいと思いますが、まずはこのリングコンのね、このスポンジの部分ですが、ちゃんとね、剥がすことができますね。マジックテープですので簡単に取れます。そしてこいつちゃんとね、洗うこともできます。まあ詳しい洗い方は説明書というかね、そちらを見てねと書いてありましたが、ちゃんと洗うことができます。どうしても汗とかかきますのでね、これは嬉しい配慮ですね。まあできれば別売りもしてほしいんですけどもね。こちらのレッグの方もですね、ちゃんと洗うことができます。でこのようにですね、直接皮膚に触れなくてもですね、問題ないですので、ズボンというのかパンツというのか、その上からで OK です。前回ね、ドタバタちょっとこうやかましいなということも言いましたが、ちゃんとねその辺は考えていて、サイレントモードなるものがあります。設定の中からですね、ちゃんとこうちょっと下の方かな、ずっとこのカーソルを移動していって、ここですね、通常モードとサイレントモードというのがありますので、こちらを選ぶとドタバタしなくてもプレイできるようになります。ゲームモード、実はアドベンチャー以外にも多彩にあってですね、このようにシングル、まあ鍛えたい場所をですね選んでエクササイズというのかトレーニングができます。そしてミニゲームですね、ミニゲーム、ただ遊べるわけじゃなくて、ちゃんとね体を動かすというのか、筋トレというのか、エクササイズしながらゲームも楽しめるというものです。最後セットメニューですね、まあ、特にこう鍛えたい部位を選びながらですね、それを中心にエクササイズしていくものということかな。もう一つカスタムというものがありますね。気に入った種目をですね組み合わせて、まあ、ストレスのないフィットネストレーニングを、まあ、組み合わせることができちゃうモードだと思いますが、そしてながらモード、こちらはですねスイッチをですね使わないと、もう完全にね電源オフまたはスリープさせても、ちゃんとこちらのね、リングコンの方で記憶しておいてくれます。全部でどのくらい記憶できるのかなということですが、全部で押し引きした回数は500回までリングコンに記録されますと。さらにフレンドへプレゼントすることもできるそうですね。なるほど。アドベンチャー以外にもね、さまざまなモードがあってなかなか楽しめそうですね。テーブルモードでできるんでしょうかと、このようにねリビングのでかいテレビの前でやることを想定しているんでしょうが、一応箱にはですねテーブルモード OK となっています。このリングコンね、ちゃんとテーブルモードにしても反応しますね。このリングコン思った以上にですね強力です。1ヶ月やそこらプレイしたところで全然ね壊れる気配はないんじゃないかなと思います。さてちゃんとねこのようにモードを選択することができちゃいますね。ちなみにスイッチライトの場合はですね、ちゃんと動きますが、ちゃんと別途ねジョイコンを購入してレッグコンやリングコンにね接続して使うことができちゃいます。ちょっとせっかくなんでゲームをやってみますけども、まあゲームぐらいでしたらテーブルモードでもできそうですね。まあこんな感じでただちょっとこう足踏みしたりとかする場合ですよね。エクササイズするときはですね、ちょっと画面がちっちゃいじゃないかなと
思います。やはりまあできればでかいテレビでやること前提になっていますが、どうしてもというのであればテーブルモードでもできます。まあ、このようにね、ゲームも入っていますので、気分転換にカメラに激突しましたがなかなか白熱しますね。ここで貯めたねポイントもですね、あのアドベンチャーモードのポイントに追加できますので無駄にはなりません。ここからはですね、あの前回あの実際のプレイ動画になります。1の1をですねクリアした次です。新しいエリアへ入っていきますが、ここからはですね敵が出てくるそうですので、あのどうやって攻撃をするんでしょうか。出発します。今回のミッションもゴールを目指そうですね。もうちょっと先へ進むとボスを倒したり、あの村人をですね助けたりするミッションも出てきますけども、今回はとりあえずゴールですので、この辺はちょっと早送りをして、敵です、敵が出てきました。避けることはできませんので突っ込んでしまいます。さあどうやって攻撃をするのかというと、まあ、しばらく説明していますけどもね。お、リングくん、新しいキャラクターですが、リンクと紛らわしいですね。リング、運動エネルギーのぶつけ合いだそうです。運動エネルギー、1エネルギーとかもあるんでしょうか。フィットスキルを使って、ああなるほど、ちゃんとこうコマンド選択になってますね。どのエクササイズを選ぶかによって攻撃力も違うそうです。なるほど、単調にならないようになってますね。とりあえずスクワットでいきましょうか。どんなのがあるかなと見てみると、このようなものがありますね。まあ、すぐできそうなスクワットでやってみたいと思います。とは言ってもやるのは自分ではないですが、ちゃんと左側の方でやる方法を教えてくれるそうですね。おお、スクワットですね。なるほど、いい。こんな感じ。お、あ、ガード、敵の攻撃もあるんですね。腹筋ガードか、なるほど、腹筋、これはこれでまた大変だな。えい、お青筋立ってますよ息子くん。とりあえず敵の攻撃少し耐えたようですね。ハート少し減ってしまいましたが、何もしないよりはいいそうです。あ、先ほど使ったスクワットは今回使えませんね。単調にならない配慮ですかね。今度は万歳フィッシュ、違うな、惨敗、あ違う万歳プッシュですね。あ、これ結構ね腕がプルプルしますよ。ぐーっと上に上げて抑え込むのはなかなか大変ですが、倒しました。お金をゲット。あ、レベルもアップです。レベルアップ、ちょっとなんかこうやる気が出てきますね。汗かいてる汗出てきましたよ。レベルアップするんですね。では行きますか。ナイス、また走ると、あ、ハート回復、すごい坂だ結構走り込む、あ、ここの床壊れていく、ダッシュしないとやばいんだよいけ、じゃーん、あ、落ちた、コバ、あ
走る方に夢中になっているとね、手の方がおろそかになってしまいますね。階段だ、階段は桃上げだ、桃上げですね、桃上げ。あ、また敵、また敵。ちょっと色違いキャラでしょうか。再びスクワットで行くようです、息子くん。ダーと結構楽しそうですね。ガード、ガードがね、結構お腹の筋肉いるようですね。息子くんちょっと腹筋が少ないのでつがそうでしたけど、諦めるなんてあんだ。Me too チェスト、うん、膝を胸あたりにつけんのかな。あ、これか。正しくやると結構疲れるんですよね。なんか蹴ってる感がありますね。キックしてる感じがあります。飛んでった。おお。ただ闇雲に走るだけでなくて、さまざまなエクササイズが登場しますのでね、いろんな部位を鍛えることができそうです。フィットスキルは全部で40種以上。なるほど、結構ありますね。いや、2回の戦闘で結構ハートが1個減ってしまったな。あ、ゴールか。あ、一瞬落ちたかと思いましたが、ゴールですね。2度の戦闘を経てゴールです。で、必殺のビクトリーポーズ、伸ばすんだ。いやー、結構熱いですね。再び調べてみましょうか。前回もね、このモーション IR カメラで心拍というのか脈拍か、脈拍を測りましたけど、ただいま計測中、測定中ですね。お、さすがの息子くんも今回はね、戦闘もあったので汗かいてますけど、ちょっと脈拍が上がりました。お、レベルも上がりましたね。なるほど、次はいよいよボス戦になりますね。さあ、ボス戦どうなるでしょうか。見てるだけだと収まらなかったのか、娘ちゃんも真似をしていますね。楽しそう。ん、おむつやん。ではまた。